よ、やっと来たか。今開けるからちょっと待っててくれ。いくら特別室は一般の出入りが禁じられてるからって夜中に忍び込むなんて、お前の大胆さには呆れるよ。ま、職員だからって俺みたいな下っ端じゃな、他に何ができるわけでもないんだが。着いたぜ。この部屋だ。俺は外で見張ってるから気が済むまで調べてくれ。じゃあな。でもそのためにはあなたは多くのものを失うことになる。何を失おうと構うものか。私の望むものはただ一つだ。そう。だがその前に。確かめさせてもらおう。目が覚めたか。そんなに難しい顔するなよ。一応命の恩人なんだぜ。森で気を失ってたところを拾ってやったんだ。感謝ぐらいしてくれ。まあ、俺もあそこで道に迷ってたからな。偉そうなことは言えないが。
挨拶がまだだったな。ブライアン・ノードだ。これも何かの縁だ。まあ、仲良くしようぜ。もう体の方はいいのか？とにかく、こう暗いんじゃどうしようもないな。その辺を見てこよう。電気ぐらいなんとかなるだろう。配電盤が切ってあるな。その辺を探してみてくれ。俺はなんとか動く。早く餌をあげないと、魚が死んじゃう。きっと電気が消えちゃったからだ。だから、お化けが出てきて、鍵を隠したんだ。
つもあの棚に餌を入れてあるんだ。こいつね、頭がいいんだ。僕がやらないと餌を食べないんだよ。だから毎日僕が餌をあげないと、きっと死んじゃうんだ。まったく手のかかるやつだな。どうもありがとう。これ、棚に戻しておいて。そうだ、鍵をしとかないと。鍵だ。餌、餌、餌、あった。よかった。お兄ちゃん、ありがとう。魚、元気になったよ。あなた、いい人なのね。そう構えなくてもいいわ。何もしないから。あれはね、あの男の子だ。あの子の魂死んじゃったの、みんなね。でもどこにも行けない。誰かが来てくれ、もう死んじゃったのに、かわいそうね。助けてあげるできるかしらね。下に降りて西、そこに小さな庭があるわ。あの子を殺した奴はそこにいるはずよ。鍵が見つかったのか。だったら早くこいつを動かしてくれ。おい、なんだよあれ。どけ。銃が。
こいつ一体。行ったのか。冗談じゃない。あんなのと付き合ってられるか。俺は逃げるからな。あとは好きにしてくれ。